ハロー YouTube! えー、久しぶりに日本に帰ってまいりました。ということでですね、えー、ちょっと、あの、ニュース、報道等もですね、落ち着いてきたので、改めてというか、初めてですね、えー、松本人志さんが、えー、性加害をしたんじゃないか、という疑惑を、えー、週刊文春が報道したことについてですね、えー、まあ、解説したいと思っております。えー、その時のですね、その手引き役といいますか、 えー、女の子をホテルの部屋に連れて行ったとされている、えー、スピードアゴンの小沢くん。僕非常に仲が良くてですね。なんか、あの、巷で言われている小沢くんの誕生日会、えー。そちらの方にもお邪魔させていただいたことがあって、えー、ことあることにですね、小沢くんが、あの、いつだったかなもう18年ぐらい前ですかね。 の、彼の誕生日会で、僕が全員分の、なんかその、未来を奢った話を、いつになってもしてくれるんですけど、あの、もちろんその、女性もたくさん来ているし、芸人さんとかですね、タレントさんもたくさん参加する、誕生日会なんですけど、まあ、その場で、何かその、なんか性的な、行為をなんか、こう、誘導するとか、 え、促すとか、そういったことはまあ一切なくて、まあもちろん僕はそこで知り合った女の子と仲良くなったりとかしたことはもちろんあるんですけれども、それは別に普通にお話をしていて、普通に、あの、まあ、そういったお話を、お話っていうのかな、<laughs> あの、はい、あの、仲良くなるようなことは全然あったんですけども、その、特段、僕はまあ、そういう飲み会に誘われてないっていうのもあるかもしれないんですけど、でも、 芸人さん、なんかね、同居していた徳井さんとか、えー、なんか、品川正治の品川君とか、なんかその辺ともなんか誕生日会みたいな感じで、こじんまりとした誕生日会。まあだから普通の飲み会合コン的な飲み会みたいな感じで、まあそれをそのなんか怪しい会だっていうふうに言い始めたら、切りねえかなっていう、 まあ、もちろん、松本人志さんはね、既婚者っていうこともあるんで、あの、倫理的、道徳的にどうなんだ、みたいなお話が出てくるのは、まあまあ、それはね、あの、仕方がないにしてもですね、その、その後ね、えー、これまあ、小沢くんが、なんか、芸人仲間に見せたとされる LINE のやりとりがあって、女性側がありがとうございました。非常に紳士的な方でした、みたいなお話を、えー、LINE 上で書いてたということもあってですね、 ええー、まあ、まあ、彼の性格からして本当に、その、なんていうのかな、先輩を立てるというかですね、余計なことは言わないというか、そういった、まあ、ある意味を奥ゆかしいというか、んだから、こういうそのスキャンダルとかになるような人じゃないんだよね、小沢くんは。だから、まあ、松本さん知らないですよ。僕、松本さんと夜飲みに行ったことはないんで、本当にあの、同じマンションに住んでた時にですね、ええー、多分両方とも飲み会上がりで、 えー、エレベーターの前でバッタリみたいなことはありましたけど、あの後、えー、あれ、ダウンタウンデラックスかなに出た時に和牛マフィアの会員券を、えー、プレゼントして、したらですね、わざわざ芸人の中も十何人連れてきてくれてですね、和牛マフィアで大番振る舞いをしていただいたというような本当にありがたい、えー、お話もあったりとかして、えー、その人間として、その、とか、 えー、そういった MC とかでお話しするところで、そういうこう、いわゆるいやらしい話みたいなのは全然聞いたことがないので、そういう悪評もあんまり聞かないですし、まあ今回の件が、まあ真相はちょっとわからないですけれども、あのー、それの件でなんか芸能活動をなんか自粛するみたいなお話になってたりとかするのはちょっとおかしいし、でもまあホリプロコムってあの、小沢くんの、えー、所属事務所は、 え特に弾、弾きことはないので、これまで通り、えー、普通に仕事をしていきますというふうなお話を、まあ、声明として挙げられてたのは、まあ、はっきりした態度で僕はいいと思います。ただ、あの、実際のところ、お正月特番かなんかはですね、えー、放送延期なのか、えー、中止なのかわかりませんけれども、暗いになったっぽいので、 まあ僕もね、昔、あの、富士テレビを買収しようとして、平成教育予備校っていう番組2週間分おくらりになって、サンプラザ中野くんさんに怒られちゃったりとか、まあ、それこそその番組小沢くんも出てたんですけど、えー、そういったことも、えー、ありましたと。で、まあなんか、よく週刊文春は、きちっと裏取りをして、あの、完璧な記事を書いてるはずだ、みたいな話が、まあよく言ってる、負け知り側のアホはいるんですけど、なわけねえだろうと。 あのー、検察とか警察ですら、その、事件を作ろうと思ったら、証拠捏造したりとかするんですよ。一週刊誌、金儲け目当ての一週刊誌、全然ボラルもクソもねえような、他人のなんか、まあ、 まだね、あの、性加害スキャンダルって言ったのはあれなんだけれども、そうじゃなくてもう超プライベートなその人の性的思考みたいなものまで暴露するとか、ただの悪趣味じゃん悪趣味で人の趣味をこう覗き見てですね、それをあげつらって金を稼ぐ最低の集団なんですよ、あいつらは。